ABC で、はいはい。うん。6AB ベクトルプラス 3BB プラス BCB ベクトル、うん、がイコール0ベクトル、0ベクトルを満たす P の点を求めなさい。なの P の1を求めなさい。そしたら意味不明やろ。で、一応ですね、あ、じゃあ聞こう。基本からいきます。例えば AP ベクトルとは何ぞやと言ったら、ここに O を置いて、まあだから OA 足す AP が OP になるみたいなね。これわかりますよね。OA 足す AP が OP になる。だから AP は OP 引く OA だと。これよろしいですね。これ大丈夫ですね。そしたら、ようわからんから P を取り直すよ。P を求めなさい。だからすいませんね、これ。6の、まあ、OA のことを A ベクトル、OP のことはわかるね。スモールベクトルのことでしょ。だから、P 引く A だね。これいいですか。明日の後は同様にだよ。P 引く。明日、なんか P イコールになりそうでしょ。まずこれ書くんですよ。で、あと6たす3たす2はいくらかな。 11? だよね。 11P イコール 6A たす 3B たす 2C、 こうなりません？移行したら。で、こっからが問題なんですな。こっからが問題で、僕らはよくあるのはこういうの。ここでちょっと余談を考えます。アレンジ余談。例えば6a たす 3b というやつはどういう位置かっていうとさ、まあこれってまあ3でくりますね。これは結構ですね。これ結構ですね。したらさ、これって捏造してさ、1たす2の 2a たす b で、もちろんこう3かければ、これってわかります？これが重要だよ。ここを1対2に内分にするわけよ。ここが2、1ってきてるから、もう1、2って言って、ほら、内分の公式なかった。ほら、M 対 N は NA 足す MB。だから、この係数2と1を使って、1、2ってするわけね。して、これ、もともと3なかったから、これ3つける。まあ、この3はそのままきてるからね。そしたら、まあ、要するに AB を、この結論から言うとさ、O があって A と B があったら、1対2に内分する点だってなるんですね、この点は。まあ、わかります？まあ、それは3倍です、ね。3って書いてあるね。ああ、だから9倍ですよ。サザンが9倍ってことです。こういう作業をしていきます。そしたらもうこれ分かってきましたね。どうするかというと、まずここを何とかします。で、今ここでやったことは嘘ではありませんので、上に行きますと、9倍の1たす2の 2a たす b と、あと残り 2c が残ってます。これよろしいでしょうか。上に行ったよ。これかついていきますね。で、これ1をすると ab を1対2にするんだから、1対2にする点を、まあ、abc だからこれ d とでも置きましょう。よろしいですか。そうすると、まあ 9D 足す 2C というふうに P1 になります。 P1 です。今 P これずっと来てるからね。あ、 11P です。すいません、 11P ですね。ついてきてね。あ、いや、 11P イコールここに来て、こう来て、こう来て、これを D と置きましょう。いいですか。はい。そして、そうするとですね、なんかよくものはできてまして、11で割ります。これいいですね。で、ところがこれも同じことするわけね。わかる？ 2 対9にやってるってわけね。で、まあよくできてて、これが2たす9ってなって、ちょうど11が分かれるわけ。
それで、9D たす 2C ってなるもんだから、これであとはこうなんだ DC を、2対9に内分する点がここが P ですよとなります。まずここまで目を取りますか。疑問点ありますか。ないですね。はい、じゃあ取ってください。そしたらですね、次なんですけど、まあもうここまで出来上がってもうパターン見えてるんですが、これなんでしょう。この P があってこの面積を求めなさいなんですよ。比なんでしょう、きっと。問題どうなんですか。わかりませんか。全体の何分の1かとか。面積でこれとこれとこれ何体なのかやね。PCA と PAB との何でしょうね、多分。そしたらこれどうなるかっていうとですね、まあいろいろ解き方があるんですが、もう僕はこれ D を取っちゃったので1対2になったじゃないですか。だからもう全部小学生の延長でいきましょう。で、小学校の延長でいくとどうするかというと、まあたくさん図を書くんですけど、センターでも有用なんですが、これ D って置いちゃったらこの面積比は1対2になるの分かりますか。これ1対2だからね、底辺が1対2で高さってことですね。分かりますね。ここが問題なんですが、次にもう一回奮発して書くんですね。で、今赤で2対9でしたよね、これでしたよね。で、だからそのまあこの赤の書き方は品がないんですが、こうしましょう。そうするとこの赤い面積とこの大きな面積の比は11対2になるの分かりますか。ですね、11対2ですよね。ということは全体の面積を1に、ちょっとですね、すいません、今まずそのこの赤いやつが全体の11分の2になることは分かりましたね。そうですね、まだこれは役に立ってませんね。まだこれは役に立ってますね。今ちょっと青で書きますが、こうなった青部分は9になることが分かりますね。そうですね、はい。そしたらこの1対2の意味が出てくるんです。ということはこの上の部分というのは、全体がここが11分の2、ここが11分の9、11分の9の1対2ですよね。だからまあ3分の1がこっちで、でこっちが11分の9の3分の2じゃないですか。わかりました。したらもう面積比は、計算すればいいんじゃないですか。やるべきですか。やった方がいいですか。僕やると一応、11分の3で11分の6ですね。で11分の2。そして掛け算はどうするかというと、2たす6たす3が11になってますね。1にならないんだけど、全部足して。わかります?それで掛け算できます。ということは、比は2対3対6だということで、よろしいでしょうか。いいですね。はい。じゃあ、メモってください。